どうもエル歌舞伎のエル歌です。はい、どうもデロニアです。ということでね、はい、金曜ロードショーサブスク時代に名作放送の理由、リクエスト企画の経緯、番組プロデューサーに聞くということで、うん、まあ、サブスクリプション、これもこの配信でサブスクってなんだろうねって喋ってて、はい、まあ、覚えました、はい、なんか課金して動画がすごい見放題みたいな、あれのサブスクですね。サブちゃんのスクリーンショットのこと、ね、いや、まあ、サブちゃんのスクリーンショットもサブスクだとは思いますけど、うん、テレビで見たい映画を視聴者からリクエストを募る企画、うん、金曜リクエストロードショーが注目を集めているということで、はい、日テレの金曜ロードショー午後9時、うん、4月からは番組タイトルを金曜ロードショーから、うん、金曜ロードショー、カタカナの方に戻した。前は英語でショーだったと、うん、はい、で映画ファンの間で原点回帰、本気を出してきたと話題になっている。確かにね、商売始まったかと思っちゃう、うん、確かに ねクイズ商売だから、まあ僕もね、ネットフリックスでこの前もね、万引き家族だとか、うん、ヤクザと家族だとか、うん、もう結構家族系からヤクザ系見てるんで、はい、僕へのおすすめもなんかマフィアものしか出てこなくなっちゃって本当にいやヤクザも家族ですから、ね、うん、まあね、はい、そういう、まあでも本当にそういう映画なんだけど、うん、でちなみにですね、地上波で名作を放送する理由は何なのかっていうのをプロデューサーに聞いたということです。あ、はいはい、この次なんですよ、うん、25年ぶりの E.T. 反響は、うん、っていうね25年ぶりにやったんだっていう E.T. って、え、うん、そんな前か。でも俺テレビでやったのはですよ、絶対見てると思う。金曜ロードショー25年前の、絶対見てると思う。25年前だと今が38歳12歳ですか、23歳、見てる、絶対見てる、絶対見てる E.T. それ。本当にさ、うん、僕の養成所さ、いたのがさ、何年前だ、18年前とか、うん、お笑いの養成所入った時に、うん、なんか指ささないでなんかあそこさして ED っていうネタやってたのが、あ、まあ、あの元デスペラードの武井さんです。そうね、それ忘れられないね。確かにね、 ET みたいな頭しましたから。いや、まあね、それはいいですけどね、うん、金曜ロードショーでは昨年からリクエスト企画を展開、うん、はい、これまで天使にラブソングを、はい、バックトゥーザフューチャーシリーズ、はいはいはい、BTTF、ね、うん、ET、うん、プラダを着た悪魔、タイタニックが放送されて、プラダを着た悪魔ここに入るんだ。もうなんかさ、リクエストしてると年齢層がわかるな。ああ、そうね、俺ら世代じゃん。もっと上だな、もうちょい上か、もうちょい上だ、40代半ばぐらいとか。さらに、今年の5月28日は、うん、スタンドバイミー。ほら、もうそうだよ、俺ら世代。スタンドバイミーのなんか主役の人って結構ワクワクしてなくなってんだってね。27歳。そうそうそう、それはこの前なんか、そうかスタンドバイミー放送された時にはかな、なんかそれが上がってて、それも知らなくて、そうそうそう、スタンドバイ見て昼の怖さ覚えなかった。ああ、そう、あと、あのね、俺なんだ、パイクおばちゃん、はいはいはい、あれマジキモい。ああ、俺そこ覚えてないかな。パイクおばちゃんがもう全部ブワーって戻すやつ、うん、ああったかもな、あれは嫌だったな。ちなみにですね、6月11日はですね、はい、グーニーズ、こちらの方、いや、もうだから俺らの世代じゃん、控えている。もうちょい上か。いや、でもグーニーズは、まあでも見てたよ、何回もやってたよ、テレビ。俺らがちっちゃい時はね、やってたやってた、ファミコン持ってたもん。天使にラブソングは平均視聴率 15.2% の高視聴率を獲得したということ。すごいね。バックトゥザフューチャーも 14.5%、 あーすごい、パート2は 12.4%、うん、パート3は 11.2%、うん、シリーズ3作で 10% 超え、うんうんうん、本当に。でもやっぱね、バックトゥザフューチャーとかやっぱさ、20前半とか10代のこと知らないからね、うん、であれさ、今見てもさ、腐ってない作品だから。そうね、あれはね、でも流していくのはいいと思うけどね、うん、だってトンネルズさんもね、うん、細かすぎて伝わらない出る時、いつもあれの細かすぎて伝わらないやってるし、バックトゥザフューチャーの曲なんだって途中で気づいたしね、俺も。これさ、もし本当にガチでさ、リクエストのやつをさ、うん、やってたとしたらさ、うん、もうみんなでさ、陣なき戦い送ってやんね、うん、まあまあまあ、全員で送ってやんね。あの、流してやりたいもん、今の時代に陣なき戦い。リアルに言ったら、うん、そういうのはここに名前が出てないだけだと思う。来てんのもあんじゃない。だからもうトップ取るぐらい、もう何万通と送ってやりたいんだよ。ちなみにですね、うん、2018年に放送した際、すごく視聴率も反響も良かったのは、うん、ホームアローン。いや、もういいだろ、ホームアローン。ホームアローン実は12月だからホームアローンという感じだったのですが、予想以上に反響が良く、ニーズがあるのではと、古い作品を掘り起こす機運が起こりました。なるほどね。だからやっぱり、あの、元リアルキッズ永田さんの映像っていうのは反響があるんだなっていうのは。何がびっくりしたって、吉本のマコーレカルキンって本人に言ったように伝わんなかったのびっくりしたよね。俺さ、なんなら散々言われてきたのかと思って、ちょっと躊躇したぐらいのボケだったんだけど、あんまり言われてもなかったのかな。なかったんだろうな。この前ライブにしたキングコング西野さんのことを、水場シャバさ、マコーレカルキンっていう、あ、本人がもともとネタにしたのかな、うん、なんか結構言うこと聞かなくて、デビュー間もない若造だけど、うん、周りがちょっと持て余したみたいなね、マコーレカルキンって本人が言ってたような気がしますね。まあ、得たお金の、ね、量も同じぐらい得たでしょうし、今これから言うと。いやいやいや、その後悲惨じゃねえか。ねえ、
バンドやったら面白いんだけどな、ね、マコーレカルキンバンドやったっけ。バンドやってるでしょ。あでもマコーレ、マコーレカルキンカルキンでしょ名前。あ今ね、うん、キングコングでちょっとね韻も踏んでるし、ね、キングキングコングコング。あそれはなんか分かりづらいね。ちなみにね、うん、このスタイルの原点は何かというと、はい、何がリクエストされたのをきっかけにこれがなったと思います。まあ超有名な2020年に行われた、うん、とある映画のリクエスト企画をやった時の好評があってこれをシリーズをしたという。あリクエスト夏、これは夏時期は書いてないですね。時期書いてないの。55万票近くの投票があったという。55万票で、はい、なんだろうね、うん、ターミネーターとかかな。あそれともあれかな、はいはいはい、あのタイタニック。タイタニックは先出てますからね、はいはい、あとは、うん、なんだろうな、マルサの女。マルサの女いいっすね。マルサの女とかじゃないのかな。マルサの女はなぜかハマってすごいシリーズで見たの割とここ何年か2年前ぐらいかな。伊藤志郎さん出てくる、最初ね。伊藤志郎さん、あパチンコ屋の。あだったっけ、ね、ちょっといろいろスーパーの女の方がちょっと覚えちゃって、あのスーパーの女もさ、うん、評価さ低いんだけど俺すんげえ好きなんだよ。 あそうなんだ。まあ確かにムサカナオマサがな、うん、肉屋のジェネの。あだっけか。そうそう、だから題材がちょっと地味かもしれない。あ別に面白いけど、うん、まあ割と俺が好きなのって人気じゃないのもあるからちょっとそうなのかな。激安王っていうスーパーが来てね。そうそうそう、俺あれ好きなんだよ。あのオレンジでね、あの肉を照らしてるお店は要注意だっていう。あの俺立て直し系が好きなのよ。はいはい、わかるよ。あの愛の貧乏系ね。そうそう、あのミノモンタロウ。そう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 、だからスポーツとかでも結構マネーボールとか好きなの。わかるわかる。あの俺はスポーツだったらあれが好き、プロ野球選手の光と影。あそう見た。それでその超有名選手の同じ時代に生きてた選手がドキュメンタリーか。そうそう、あのタカさんが、はい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 、あれめっちゃいいよ。であの同じ選手と有名だった選手が営業の仕事をしなきゃいけなくなって怪我でみたいな。あはい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 、はい、でその怪我の原因になったすごい有名な選手の名前を営業でも言えって言われたっていう。栄村っていう選手だったかな、有名な選手の方が。お前栄村の名前出せみたいな。それがトラウマでやめてんのにみたいな。うん、この前ね、あの新設佐山悟るって佐山悟さんの本を書いた人限定やった時に、はい、佐山悟さん息子佐山聖人が来てくださったんですよ、はいはい、でまあやっぱりそういろんなことを話してくださって、うん、まあ、その お父さんが有名だっていうことで2世的なことの悩みってやっぱ当然あった。はいはいはい、で会社、まあ会社員やってたんだけど、会社員で営業の時に周りの人から、うん、タイガーマスクをかぶっていけって言われてタイガーマスクをかぶってエレベーターで待機したの、はい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 、でバーって入ってって、うん、でその時まあ複雑な胸中なわけですよ、うんうん、でもまあ営業取れるならと思ってやったら、うんうん、あのタイガーマスクの世代じゃない人たちが結構いて、意味わかんないの、顔を一回見せてくださいって言われてタイガーマスクいらなかったいらなかったっていうねすんごいトーク面白いですよ、あの人、佐山さんの息子さんしてくれました。全然営業でできてないじゃないか、うん、上の人がっていう、まあまあそういうことがあったんだけど、やっぱあれも言われるのかな、うん、伊達直人が現れたらさ、お前かっていじられたりするのね。あるだろうな、あったんじゃない、絶対あるよな、うん、そういうのが。伊達直人より佐山悟の方が有名だったからね俺言っちゃうもんな。ちなみに、ごめんなさい脱線しましたが、うん、リクエスト企画をやった最初の原点の1番目の好評だった映画、あ、わかりました。インディペンデンスデー。あ、じゃあ行きましょう。はい。劇場版、うん、名探偵コナンということで。うわ、全然推理できてないですよ、あなた。ちょっとね、毎年やっとるよ。あ、毎年やってんだっけ毎年。でもいっぱいシリーズあるからさ。毎年やってるじゃん。どれなのかなっていう。の中の人気あるんですかな、ね、でもちゃんとリクエストを募ったらそれが多かったってことだよね。うん。なるほどね、ということで、コナン以外の作品にも対象を広げ、見たい作品のリクエストを募ろうということになりました。まあ、テレビのさ、うん、映画でさ見てて得したなと思う時ってある、うん、俺ね、まあ、こういう仕事を志しておいて言うのはちょっとあれなんですけど、うん、割ともう今ねネットフリックスが多いですね、見るの。あ、見るの、ね、俺一個あってさ、たまにさ、うん、1年に1回か2回ぐらいだけどさ、はい、日曜日の朝にクレヨンしんちゃんの映画やってる時あるの。はあ、それすごい得した気分になる。ああ、俺ね、ごめんね、クレヨンしんちゃんの映画見たことないかな。あ、面白いですよ。でもなんか大人もいいんでしょあれ。あ、面白いですよ、面白いですよ。昔だとね、深夜のね2時か3時にねパッて目覚めてテレビつけた時に思いっきりやってたね、うん、びっくりした。思いっきりテレビやってる。思いっきりテレビ。あ、思いっきりテレビ。クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんね、やってて、はいはいはい、あれすげえ得した気分なんだよ。どうでもいいんだけどさ、うん、進撃の巨人の最終話の話周りでされるんだけど、ネットフリックスでまだやってないからちょっと控えて。ネットフリックスでさ、俺先ないのよまだで、はい、別に他で探せって話なんだけど、せっかくネットフリックスで途中まで見たから見たいじゃん。で漫画で読んでもいいんだけど、で漫画で俺途中まで最初読んでんだけど、だからちょっとそこだけさ
ちょっと頼むよ。それは言わないでほしいな、うん、でもあれかな、結果変えんのかな、ちょっと変えたりするのかな。変えないでしょ、だってあれ遅れて配信してるわけでしょ本編。いやだからそのアニメ版ね、さ、ま、うんうん、そうさ、アニメ版と漫画版とかで違う。そうかそうか、漫画で終わってるだけなのか。結末変わってた。シドニアの騎士がねちょっと違うらしいんで。なるほどなるほど、これ楽しみなんだよ本当に。お前らがそんなん言ってたら俺漫画村で読むよ最近話題になってるからまたまたあのなんか実験かなんか出たかなんかで。ああ、なるほどね。悪いけど本当にそういうことだから。うん、本当だからし、あのね、うん、明石家さんまヒストリー読んでてさ、進撃のさんまっていうショーがあってさ、うん、だからコージー富田さんが進撃の巨人っていうモノマネしたっていうのどっかネットで上がってて一回。ああ、なんか それも思い出したよね。進撃さんまさんと巨人さんがねやっぱ同期ですから。同期でね。ああ、はい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 、はい、でね、その先輩の西川清師匠の奥さんはヘレンさんですか、うん、エレンじゃなくてね。そういうのもありますよ、ね、これは西川エレン、うん、ヘレンねなるほどね。そういうことでございますね、といったとこでございます、ね、皆さんどんな映画を見たいかリクエストしていただいたらですね、それをもとにちょっと僕は、うん、僕林くんはだいぶ映画見てますから、僕はあの勉強で見てちょっと一回喋ります、はい、この映画で喋ってってなったら、ね、この映画で喋って、あ、俺は勉強するから。あ、たまたま俺が見てたら映画を見てね、うん、いいよ。死亡のトートだったら俺も見なくていいからいやいや、俺が見る必要ある。お前見ろよ。俺めっちゃ見る必要あるじゃんなんかヘルメットかぶってるんですけどしかないぞ。ドラゴン、それ死亡遊戯な。あ、死亡とか、死亡遊戯。え、あれ、なんだっけ、あのさ、氷工場みたいなところのやつな。それが、あれ、危機一髪かな。あれ、そうか、そうか、そうか。あれ、麻薬。あれ、いいんだよ。あれ、麻薬だっけ。そう、香港のマフィアが、あの、氷の中に麻薬かぶしてんだよ。で、ブルース・リーが、へぇーって怒るんだよ。でも冷静に考えたら、うん、いや確かにダメなんだけど、うん、そんな怒るってのも思うけど、まあまあまあ怒るか。でもほら、あの南米とか行くとさ、ほらパイナップルのさ、うん、芯のとこくり抜いてそこに麻薬詰めてさ、やってるの。そういえば犬とか気づかねえんだって、匂いすごいから。パイナップルとは日本の俳優でもね、パンツの中隠した人もいたしね。匂いすごいからな匂いすごかったんだろうないやーねー、どの危機一髪のあのシーンはいいよね。なんか、あ、こういう時代背景あるんだと思うなんか歴史の教科書よりさ入ってくるよあれ。今見る、あ、うん、あ、タンゴとかな。タンゴ、うん、はいはい、ブルース・リーほらタンゴうまいとか。あ、そうね、踊ったりするとか、はいはいはい、やっぱすごい。タンゴっていうのは日本、あ、日本アジアだとやっぱそこだっていう。そうかそうか、うん、コンビニコミックによく出てきますよ、ブルース・リーがタンゴ踊るとか。タンゴ踊ってるそうだねそうだ、コンビニ関係でブルース・リーがタンゴ踊ってるところと、うん、力道山が、はい、キャバクラ行ってるところ絶対出てきますね、はいはい、俺が水道橋博士によく映画の例えされて、すいません俺あんま見ないんでって言うんだけど、うん、唯一1回だけ訂正したのが、うん、なんだっけ、あの死亡の塔に出てくるさ、あの外国人、死亡遊戯ですよ塔に行くからそうそう、塔に行くから。そうなんだよね、ね、ということですね。ちゃんと見たことはないかもな俺、死亡遊戯。死亡遊戯と死亡的遊戯があるからね死亡的遊戯は DVD があるから貸してあげようか。いやいや、死亡的遊戯は、はい、これマジの話だけど2003か4に日本人の人とかが中心になって、うん、もう一回いっぱいフィルムが残ってるから死亡遊戯ってすごい中途半端な作りになってるのよ、うん、で死亡的遊戯はちゃんとブルース・リーがやりたかった映画に仕立てようっていうことで、うん、そこで初めて出てくる映像とかいっぱいあるのよ昔撮ってた。ああ、そうなんだ。それ見てほしい。半券とかいろいろあってか。で、だからそこで本当にやりたかったブルース・リーが1回、2回、3回で合気道の達人、フィリピン防衛の使いで最後は NBA のスーパースター戦うっていうのがあって。なるほどね。うん、で、これを見たから、その、うん、映画と、リカコさんの自社ビルの1回と2回と3回を対比するってネタができたわけです。俺、でもさ、Netflix でさ、映画簡単に見るようになったけどさ、特典映像欲しいよな。特典映像というか、あの当時の監督とかがさ、俺喋るやつあるよね。そう、ジャッキー映画とか見てるとさ、昔のさ、ゴールデンハーベストとかの、はいはいはい、ジャッキーの映画を撮ってた監督がね、すごい今ねジャッキーチェンのね悪口言うのよ。 あいつわがままでさ、本当の NG シーンじゃないか。そうそう韓国で撮るって言ったのにさ寒いからって全部セット香港に持ち帰ったんだよ。だ、今だからの裏話だそう、ドラゴンロードかなんか、はいはいはい、の、ね、面白いんだよそういうの見てると。そっか、まあだからそこだよね。だからそれが DVD とかが残されてる可能性なんだよね。そう、うん、やっぱねそこのね特典そこで買ったり借りたりするわけだから。だと思う。めっちゃ面白いんだよそれ見んの。まあ、俺もちょっとそういう昔はね、俺もマニア的な見方してたからもう全部を見るってやつだけど、うん、最近ちょっとしてないから そこもね、ちょっとそういう見方もしてみようかな。あ、特典映像後で調べたりね。そう、絵コンテとかあんまり興味ないんだけど、やっぱそこら辺のやつは、ね、気になるな。絵コンテを中心に見てる人もいるかもしれないしね。いや、いると思う。DVD 借りてね、やっぱ、映画とか撮りたいとかっていう人はやっぱ好きなんだろうね。なのね、映画について喋ってほしいかもしれないったら、コメントいただければと思っております。それを金曜に配信しますから。
そうね、第1回はじゃあスイートホームにします。スイートホームっていう映画、伊丹十三さん、あ、いいですよ。あの古舘伊知郎さんが出てる、ちょっと借りてきます。俺それ見てないんで、ね、すごい特撮ですで、金曜の23時配信にして金曜ロードショー見てもう見れるみたいにしてで、あの毎回俺が金曜ロードショーの後はこちらっつってあのつぶやくから、はいはい、で俺が坂上美希さんみたいな声で、うん、この後はっていうやります。もう坂上美希さんやってるかどうか分かんないけど、ね、いいですね、そういうところでございます、はい、といったところでまた明日お聞きなさってください。